はい、どうも皆さん、こんにちは。ミッシューと申します。今、気分的にめちゃくちゃ優れない気分。なぜかっていうと、今までできてた録画方法が、なんかできなくなってて、今めっちゃテンション下がってます。で、というわけで、まあ、早速やっていきましょう、ゲームを。アスファルトっていうゲームがあったんで、まあ、とりあえずやってみようということなんですけど、実はこのゲーム一回やってて、録画したけど、録画できてなかったっていう悲劇があったゲームの一つです。実はさっき、シックスガンズっていう新しいゲームやってたんですけど、それも録画を失敗してました。僕、ホラーゲーム苦手で、若干ホラー要素あるゲームで、めっちゃホラーあったから、うわ、怖い怖いって言いながらめっちゃ頑張ってやったのにもかかわらず、録画できてないっていう意味わかんない現象が起こってました。めちゃくちゃ衝撃的で、がっかりきています。というわけで、早速行っていこう。このゲームは簡単で、ブーブー。車を運転するゲームですね、簡単に言えば。まあ、みんなやったことあるようなゲームですよ、簡単に言えば。ただ、車に乗って運転するだけ。まあ、安心してください。普通のゲームです。とりあえずね、今めちゃくちゃ気分が優れないっていうのは、なんか、今、さっきやって失敗して、昨日もチャレンジして失敗して、もうなんかちょっとストレスが溜まるみたいな。ね、ゲームすんのにストレス溜まるって意味わかんないな。しかも前回のゲームなんてバグって終わったからね。ゲームバグって動かなくなって、じゃあもうカウボーイのゲームやってて、シックスガンズっていう、そう、ガンマンが暴れ始めて意味わかんないぐらい。で終わったんですよ。とりあえず車のゲームやっていきます。このゲームは、なんか通信プレイもできるみたいで、知らない人と一緒にブーブーできます。で、僕は今4位。お、4位か。実はこの前始めたばっかりなんで、まあ下手くそな方ですよ。でもやっていきますか。俺に負けたやつは雑魚だからよ、いわゆる。あぶね、なんで車いんのそこに。びっくりした。おい、こんなステージだっけ、ここ東京。結構ね、かっこいいゲームでしょ。車の運転するゲームで、今、まあ、結構速い乗り物使ってます。まあ始めたばっかりで言えば速い方の車みたいな。いいでしょう。ちょっとだけやり込んでたっていうか、少しだけやってみました。録画外でも、まあ録画外っていうか、これが一番になっちゃうんだけど、まあね、そういうのもあるんですよ。ちょっと裏事情がいっぱい。とりあえずやっぱ僕はアマレココ命ですね。アマレココじゃないもん使うとああなるんだ、すぐに。アマレココ万歳だ。一応アマレココでやってるんですけど、僕のアマレココちょっと若干バグってて、サイズ的な問題が合わないことがあるんですけど、多分サイズ的に、あ、痛い、高い車だったのによ、ロングまだ払い終わってないんだぜ。やっふー、高いよ。イエーイ、東京タワーが見えるね。おー、早い。いいよ。やっぱ僕は古いゲームとかやってる方が、録画的な技術は上ですかね、やっぱ若干。まあまあ、それはさておきやっていこうっていうわけなんですけど、よっしゃ、いける。早い。いいね。ちょっと今日はいい気分だよ。すげえ。いくよ、ポーン、イエーイ、ヘイ、イエーイ、うまい。このジグザグの走行、危なっ、草強っ、木だけどね。どんだけ手入れされてんだよ、あれ硬すぎだろ。てかみんなに抜かされてて全然嬉しくないよね。いや、レース系のゲームってみんなに抜かされてる時って全然嬉しくないじゃないですか。あー痛い、思った以上にクラッシュ。ちなみにクラスが D から S まであって、じゃあ D から A で最後に最強の S ランクがあるゲームなんですけど、今これ C ランクの乗り物。 D とかだと、じゃあ D、 え、これ何本だっけ。 ABCDDABCDB ぐらいかな。多分ちょっとだけね、いい乗り物なんですよ、これ。B ランクだ、多分。
だから早いんですけど、本来の最初に使える乗り物はなんか遅かったです。めちゃくちゃ200キロぐらいでしたね、速度。それ100キロ速い乗り物みたいになってます、これは。なんでちょっと慣れてないんですよ、まだ。実はゲットしたばっかりの乗り物で慣れてないっていう、これが。おー、難しい難しい。マリカよりは簡単っすね、でも。あの、64のマリカと比べたら、まあ余裕っしょ。あの、コースがね。あ、痛い、ごめん。オッケーオッケー、いいよー。この、いいですね、こういうアクションも。なんか、スーパーキノコ使ってる、キノコ使ってる状態っていうことですね、要するに。これ面白いですよ。ここ、これです。イェーイ、イェーイ、イェーイ。おぉ、ブーン。こういうこともできるんですよ。で、天井の上も走れると。イェーイ！もう完全にふざけ始めてますけど、あの、なんでふざけてるかっていうと、左上にね、自分のあれ順位がわかるんですけど、明らか負けてるんで、もういいかなみたいな気分になっちゃいました。すいません。真面目にやります、今から。で、これ東京のステージなんですけど、結構いいステージですね。やっぱね、このゲームですごいところはマリカと違って、かっこいいですね。第一にかっこいい。で、フリーっていうところに、あの、魅力を感じます。やばい！で、僕はまだ車の免許持ってないんですよ。ごめんなさい。くしゃみ！何の話だっけ？そうそう、僕は免許持ってないんですよ、車。で、車の免許持ってないんですけど、フォークリフトと、小型研究の免許は持ってますからね。なんで、まあ、フォークリフトとかならね、乗り回せるんで、車も同じようなもんでしょう、ということで。イェーイ！あ、クリアできてない。ああ、できてなかった。スカイツリーがありますね、目の前に。とりあえず、こういうゲームです。ただ、ちょっと今問題があって、録画できてるんですよ、一応。ただ、録画の枠がちゃんとできてるかが問題みたいな、今の問題は。ですね。とりあえず、マシンを変更しよう。ちょっと今、調子乗って新しいマシン乗りました。この B ランクの乗り物で、ほら、278キロ出るってやつですね。で、本当は、まあ、これが C ランクで、間違えた。で、こっちが D ランクの乗り物。D ランクはちょっとだけ強い車持ってますよ。こいつです。この、ようわかんない車です。チューニングはマックスですね、気分的には。まあ、とりあえずこの車はね、結構乗りやすかったんで、こいつで行こうかなと思います。これなら結構いい勝負できる自信がありますね。自信だけはあるんですよ。やっぱ自信がないと人間ダメだと思うんでね。だから自信は大切です。ああ、ダメだった。The rest of the red, the desert. あ？で、これね、通信対戦で、いろんな人と対戦できるところが面白いですね。僕のマークはこの馬のマークです。あ、いいね、このステージがいい、僕。OK、行こう。デガゲンゲ。わあ、軍艦？軍だ。これあの空母もなんかイメージしたステージなんかよくわかんないんですけど、ほら空母っぽいですよね。空母飛行機もありますよ。僕飛行機好きなんでね、いいステージだと思います、これは。いいなぁ。よっしゃ、走るぜ。飛行機とかレースあったら、なんか自信はあるっていうか、結構やりたいんだろうなって思って。うわ、かっけえ、何あの車、いいなぁ、俺もあの車が欲しい。くそ、悔しい。いきますよ、本気出しちゃうからね。こっちの車結構ね、レベル上げてあるんですよ。よっしゃよっしゃ、行くよーん。で、ここのドア面白いですよね、閉まるところ。戦艦にダイブ！え、戦艦乗れんの？おー、やった、バトルシップだ！ミズリーとか？危ない、やめて、そういうのなし！いやー水陸両用車両ではありませんって面白いな。
いつもはコースから外れてますやっけ、水陸両用車両じゃありませんって言われましたよ。ってことは水陸両用車両ならいけんのかな。行こう行こう。とりあえずね、最下位にならないようにしたいですね。で、昨日始めたばっかだからさ、やっぱ先住民には勝てないわけじゃん。だから、その最下位じゃないだけでも僕はすごいと思うんですよ。行こう。イエーヘリコプター。いいねいいね。お、ニーヒがもういるよ、目の前に。お、かっこいい、俺も乗りたい。乗れた。空母真ん中空いてるけど大丈夫？入れるかな？入っちゃおう。いいね。いいよいいよ。エイゴー。あ、なんか解除された実績が。土管を破壊できる車、頑丈ですね。普通車だったらあれクラッシュしちゃうんだけどな。あ、やばい、ミスった。やばい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 、急げ急げ、しらしれ。いけるよ。いいね、フライトフライト。よー、時速240キロ。今から追い抜ける追い抜ける。今3位です。結構いいですね。いや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 、それダメ。飛行機飛行機、いけるいける、すれすれ、いきますよん。あ、回転できなかった、ごめんなさい。いきますよんっていうのはなんか申し訳ない。オッケーオッケー、行こう行こう、スピード命。いいねいいね。こうドリフトするたびにあのスピード上のニトロが高まりますね。いいよ。おー、ヘリコプターまで飛んでる。すごいステージやな。行くよ行くよ。ほっ、いいね。まだ行ったことないステージいっぱいあるんでね、このゲーム。始めたばっかだから。その分楽しいですね。空母はいいな、空母は。じゃあロール決めちゃおうよ、ロール。ロール決めれるかな？いけ！あー、ロール決まらんかった。あー、届く。俺も思い届かない！オッケー。避けれましたよ。あれで右行かないと、あの、危なかったんですよ。オッケー。とりあえず今3位、3位が結構上の方だと僕は思いますね。あ、ダメ、同じことしてるよ。まだ3位、いけるいける。後ろから来てる人が、急げ急げ、俺は早いこと証明しよるぜ。ヒャー、やばいやばいやばい。あ、結構やばいかも。あ、抜かされる。助けて助けて助けて、おびや、あなただけが頼りです。4位だ4位だ、やばいよ。走れ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 、イエーイ。さーい、結構良くないですか。観戦ってやったことないけどどうなんだろう。あー、まあいいや。3位ですね。これは結構いいんじゃないですか。3位はちょっと気分がいいんで、もう1試合行きたいっすね。どういきましょうか。なんかパップできないかな。できないか、さすがに。まだ、あ、まだ足りないな。コインが足りない。じゃあもう一回行きましょう、とりあえず今回は。あ、これマリンのやつ行ってみたい。やった、マリン行けるかもしれない。ちょっと行きたい行きたい。海、海行ったことないから行きたい。海楽しそう。海行きたい海行きたい。みんな海海海海海じゃない、海海なのこれ、海か、海じゃなさそう。いやでも海の中入れそう、海入りたい。あー、入れそう。これいける、いけるかな。でこのゲームさ、 BGM かっこいいよね。なんかトゥンド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 ゥンとか、これ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 、この建物綺麗じゃない。背景こだわってるよね。空も綺麗だ。これこれ綺麗、この建物、この綺麗、この綺麗。あー、僕の車はレッドですね。こいつです。いきますよ。ショートアーク。あ、ダメダメダメ。死んじゃう死んじゃう。あー、死んだ。いきなりクラッシュじゃないでしょうよ。怒ったよ。
メッシュ怒ったなりー。これね、なんか特殊ステージみたいなんで、なんかたまに緑色になれるんですよ。緑色になると暴走するっていうステージですね。で、これ敵の車に当たっちゃうと敵も感染してスピードが速くなるんですよ。だから当たらないようにしながら1位をかっさらえば、まあ俺の思う勝ちみたいな。痛い、失敗した。で、緑色の車になっちゃうんですよね。緑色の車だけど速いよ、いけるいける。いやマジよ。あ、緑色のやつ時間切れになると爆発します。やばいな、負けそうだな。いやでも今からだよ、今から今から。うえい、感染した、ありがとう。感染するとね、一緒にのあれになるんですよ。ぶつかってもらった方がいいですね、さ、あの後ろの方の時は。いいです、いいですよ。じゃあいきますよ、このまま1位までいきたいな。カーブしきれないですね、ミニ四駆みたいになっちゃってる。今4位、やーん。いけるよ、危ない。サインの車発見、急げ急げ。うお、海だ、うお、海海海海海だ、やったー、かっきゃ、楽しい。海海、あ、ちょっと待って、4位の人、俺引いて、俺引いて、俺当ててくれよ、少しでいいからよ。もう意地悪しやがる。じゃあ追いかけるぞ、あの緑を。イエーイ、俺も緑になっちゃった。いいねいいね。やつに当たらないように運転すれば、やつは緑にならないからスピードが上がらないわけですよ。で、僕は今緑なんで速いんです。ダバ、まだ間に合うから。ドリフトしてからのあの加速っていう技に出てます今。やばい、クラッシュだ。待て待て待て、今4位はまずいよ。5位はまずい、もっと。イエーイ。痛い、ダメだダメだダメだ、慣れない、運転が慣れてない。いけるいける、やばい、ちょっと運転が慣れてないよ。ちょっとかっこいいとこ見せるためにやってんのに、このゲーム。マリカ下手だから、お前下手だろみたいになりそうだから、あえてここで、いや本当はメッシ上手いんだぜっていうのを見せるためにやってるゲームなのに。これじゃダメじゃないか。いや、いけるいける、頑張れ頑張れ。こうやって貯めるんですよ、あのこれを。あー、やばい、クラッシュった、急げ。4位中4位だ今、最悪じゃん。もうそう、もう一回だ。次でラストでしょうか、とりあえず。僕ワンラップの方好きなんですよね。でもツーラップみんな選んじゃうんですよ。スリーラップはきついっすね、やっぱ距離が長いんで。で、一個一個のステージの距離が結構長いんですよ。マリカの家は、まあワリオのステージみたいなイメージ。はい、とりあえずまあ面白いゲームなんですけどね、基本。この音楽がいいっすね。
やばい、カークラッシュ。再開は良くない。いいね、メッシが本気出しちゃうよ。あのオレンジちゃんをぶっ殺してやろうか。うむらぁ、やばいやばいやばい、失敗した。フライト、ここのステージで一回はみ出るともう終わりなんですよね。実際もう勝ち目ないですね一切で、明らかに差つけられちゃうんで。うーわー、最後最悪なオチだな。ほん結構上手くなったんですけどね、やっぱカメラ回すとダメなのかな。いやほんとっすよマジで、いやほんま結構上手くなってたんですよさ、結構ほんとに。いやドラゴン飛んでますね、はいおー、ドラゴン飛んでる、ドラゴン飛んでるよ。楽しみながらやるんがありですね。まあ、爆発しました、今。イェーイ。いいねー。フライトライター。やばいなー。負けちゃうなー、このままだと。ってか、負けてるなー、明らかに。いろんなコマンドしますよ。おお、クラッシュだ。いや、わかんない。まだあそこでこけてる人がいるかもしれない。俺みたいに。これをゲットすることにチャンスがある。いけるいける。いけるいける。待て待て待て。どこにやがる。あ、見えた。マップに見えましたよ。相手がまあやっと。頑張れ、追いつくかもしれない。危ない危ない、マップに見えてる見えてる。ドリフト距離 1000m 行ったことありますかね。一回やってみましょうか。 1000m こうやってドリフトとドリフトをするんですよ。こうやると 1000m ぐらい行っちゃうんですよね、面白いことに。あー失敗した、728。まあいいや、早いっすね。いやー、3位、あれ3位上がってる勝手に。あれ嘘でしょ、いた、まさか、いたの、嘘いた。あ、回線説だ、回線説だ、やったー。でも3位です、やったよー、回線説なんで勝ったよ、イエーイ面白いねこのゲーム。
というわけで今回のご視聴はここまで。これで面白かったと思った方はまた見てください。ではまたご会いしましょう。 See you。